ネタじゃないから。ネタの味だから。少し緩んでます。緩んでます。一番はやっぱ水分と。噂のファンナの川です。大西です。和田です。今日はですね、井上先生の治療をさせていただきます。なすと。それでさせていただきます。体調が悪いんですよ。体調が悪いです。引っ越して腰をだいぶ疲労してます。ぎっくり腰寸前までちょっと行ってる。やばいです。ちょっと顔色も良くないです。それいつもです。わかりました。ちょっと腰の痛みと頭痛でしたっけ。頭痛も今あります。右目がずっと痛いです。ああ、目からのこう来てる感じですか。右目の奥を霧で刺されるような、あ、多分こういうの言うんだなっていう。あ、やられてますやられてますちょっといろいろストレスが、ね、ストレスがね。わかりました。症状改善に向けてしていきたいと思います。お願いします。じゃあやってみよう。本気？遠いですね。床まで遠い。はい、痛いです。痛いです。あ、どこが痛いですか。結構ね、まんべんなく痛いんですよね。上と下がこう痛い。真ん中はそうでもないですけど、はい、腰椎はそうでもないけど、上の方と下の方と両方痛いですか。ここではなくて、こっち側が痛いってことです。そうね、今触ったとこが痛い。あ、後ろに反ります。まだいけるのよ。お顔上に向けますか。あ、危ない。厳しいですね。ちょっと膝もついてくるぐらいな動きの悪さ。足は相変わらず向こうにいますね。そうですよね。痛いですね。痛いと言いながらもどんどん触る。この触るのは痛いんですか。痛いですね。あらららら。昨日もちょっとね、座ったまま寝ちゃった。あら、おー、痛いね。ちなみにここ押さえて後ろ反れますか。反れない。これで動かしてみてください。変わりますか。あ、ちょっと楽ですね。あ、でも明らかに角度が違いましたね。押しやすくはなるけど、やっぱでも腰は痛い、ね。はい、こんな悪かったですっけ。だいぶ溜まってますね。やばいっす。痛いですか。痛い。私の触り方絶対痛くないですよこれ。いやいや、これをちょっとこうしただけですよ。うん、軽そうなのに。はい、首右向きます。ああ、ピキッときますね。ピキッとくれると どこにピキッときますか。この。ああ。万丈筋あたりを。万丈筋、はい。戻します。で、反対ですね。どうですか。こっちはそうでもないけど、逆にやっぱ左の方がでもピキッときますね。戻します。おお、痛い。痛いような触り方してない。これでもう一回ちょっと首を起こしていただいて、右向きます。ああ、そうね、さっきよりは、ね、はい、動きの角度も出ますね。肩見ていきます。おお、本気？本当ですか。ネタじゃないから。ネタじゃない。マジだから。腰の動き見る姿勢をしてます。はい。ああ、でもちょっと楽かな。ああ。でもなんか軸がぶれてる感じがする。軸がぶれて、なんかそうですね。うん、上半身だけ、はい、ね、うん、ねじれてる感じが。ああ。おお、学校先生検査きついね。はい、これで左行きましょう。左。こっちはそんな変わらんかな。痛いね。疲れます。戻しますね。一番痛いのってどんな動きが痛かったですか。全部痛かったけど。全部痛かった。でもやっぱ立ち上がるのが一番きつい感じはあります、ね。普段の生活では。立ち上がるのはきつい。うん、立ち上がるのがきついですね。わかりました。まずちょっと体の全体的な緊張が強いので、それをほぐれるようにしていきたいと思います。はい。わ、やばいっすね。何がですか。肌荒れが。1ヶ月ぐらい、本当背中の肌荒れがひどい。本当ですね。肌荒れのストレスは大敵だぜ。睡眠不足もあっての体のこの緊張だと思うので、ぜひ寝れるように。若干不眠な感じはある。あ、
うん、夢とかどうなんですか。夢は見ないんだけど、ね、夢見ない。でも自律神経なんだ。自律神経はぶっ壊れてるから。聞きますね。聞きますか。ここまで悪いからだいぶきついかなやはり思ってますけど、はい、そんなにきつくないですか。きつくないですか。さすが。深いんですか。もうちょっと深く入れてもいいんですかね。どこをしても硬いんですよ。あ、本当ですか。どこをしても硬いんです。普通なんか筋みたいなのがあるんですけど、はい、井上先生どこ触っても硬いんです。ガチガチですか。はい、うん、おほそんな痛く触ってるんですか。全然痛い痛いよね。でも相当優しく触ってるように見えるんですけど。そうですよね。パツパツ。右側の方が悪いですね。引っ張られてますよね、足が。ちょっと緩んだのでちょっと入れて。これですね。じゃあ一回仰向けにゆっくり起きてください。え？あれですか、普段の恨みを晴らしてる。いや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 。気持ちよさそうなマッサージですけど。痛い。普通ですよ。頭皮は左のが痛いね。ちょっとむくみがありますね。硬いっていう。頭皮はね、硬さとむくみは自分でも実感をしてますよね。硬いんですか。いや、硬いけど、むくみがまああるんですけど、眠れないっていうことなので、リラックスしていただきたいので、はい、頭のツボですね、視神層っていうところ、100円の周りに打って、ね、来てますね。今日はぐっすり寝れますよ。楽しいですね。本当にあれですね、集中してそこにされるんですね。そうです。あ、ちょっと楽になったね。すごい、うん、されてもタイムをいただける気を入れてもらいます、ね。よーい。ここはちょっときついね。来ました。今大丈夫ですか。おそらく衝撃がすごすぎる。考え事されるからここにシワが寄りますね。こことここにシワがで盛り上がりますね、ここが。すごい盛り上がってますね。横から撮ると分かるかな、うん、ここがこの厚み分。何か分厚いですよ、はい、おー、はー響くね、そこ。おー、ほい。触るたんびに痛い痛いね。ここまでなったの本当初めてじゃないです。ね、本当ですよ。普段ね、症状出ないんですよ。そんなにね、はい、ちょっとびっくり。まあ、大阪とかね、名古屋でしてもらってだいぶ楽にはなってたんですけど。体の方をちょっと整えていきます。沈んでるのかなと思ったら、なんか沈んで、虚してるのかなと思ったんですけど、浮いてるとどういう感じ。浮いてると実施してる、なんかダメージを受けた直後みたいな感じですかね。でこれがずっと続いてくると脈が沈んできてなかなか取れなくなってくるんですけど、こっちはそうないですよね。井上先生ここに筋みたいに触れますね。なんかいますね。いますね。お腹見る限りおけつはないのかなって思います。はい、まあ、ちょっと脈の状態と今見た腹心のお腹の緊張状態をちょっと整えるように、ちょっと針をしていきますね。体のエネルギーが出るように腎の気を補っていきます。脈を見る限り経過が長くない症状かなって思うんですけど、だいぶ自律神経的にはダメージを受けてらっしゃるようなので、そこをちょっと整える治療をやはりしようと思いまして、はい、はい、しております。うん、
ということはスペシャルケアですね。睡眠がしっかり取れてくれる方がこの体の不調とかも取れるんですけど、さっき背中の針した時に寝てくれてたら一応良かったんですけどじゃそこまで行ってなかったので、まだ緊張が続いているっていうことなので、やはりちょっと、ね、自律神経のバランスを整えた方がいいと思いまして、うん、しております。こんなだったかなと思います。本当ですね。寝れるようになればだいぶ違います。そう、寝れるようになってほしいんですよね。うん、寝てください。私も寝てるんですけどこの針は置いてるだけですね。皮膚に触れてるだけの針してます。それでどうなるんですか？腎を整えていきたいので、ここに背経っていう経絡があるんですけど、そこを整えるようにしてます。ですごく浅いところを通ってる経絡なので、触れるやり方で整えてます。そういうのもあるんですね。ある。置いてるだけで、こう持ってると針が、まあ、感覚的な感じなんですけど、針がスーって入っていくような感じがするんですよ。そのタイミングでパッて取ってます。さっきと比べるとここの筋張り取れたかなと思うんですけど、まだちょっとここにあるかな。さっきよりはいい気がします、ね。はい、変わりますね。しばらくゆっくりお休みいただきたいと思います。取りますね。うん、あ、起きてた。少しはゆっくりできました。動けばないです。痛かったですか、今触って。足はやっぱちょっと痛いかな。はい、目のツボですね。うん、ここで睡眠時間取ればいいですか？夜です。夜ですか？12時以降ですか？夜中ってことですね。相変わらずね、布団がないかね。え？床ね。やっぱり仙人ですね。今寝るしかないですね。そうですね、寝てほしかったですね。なのでね、先生一回起きてみてください。はい、顔色はいいですか？顔色はね、やっぱ違いますよ。ほんと違いますよ。顔色いいですよ。はい、ちょっと肩の力抜きます。肩の力抜きます。右向いてみます。向けますか？うん、向けやすいですね。左お願いします。お、向けてる気がします。左向いた時の首の感じは最初と比べてどうですか？うん、ほぼない。ほぼない。はい、戻します。肩です。おお。あ、ついた。うん、めっちゃすごい。軽い感じが分かりやすいね。はい、すごい。はい、腰見ますね。右行きます。あ、動き出ますね。はい、ちょっとまだ違和感はあるけど、はい、動きはだいぶ楽ですね。はい、動きが楽にしてください。これだけ回線が出ればですね、普通に生活されてても血行がどんどん促されて疲れが取れてきますので、いいですね。前屈後屈見ます。すごい、すごい。はい、戻します。後ろに反ります。おお、すごい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 。どうですか？でも腰の痛みはあんまりない。でも全然違うじゃないですか。腰はやっぱ楽ですね。腰楽ですか？やっぱ立ち座りの時が一番きついって言われてたんですけど、どうですか？痛くはないですよ。痛くない。痛みはないです。本当緩んでます。緩んでますか？うん。あんま調子に乗りすぎるとまたグキ。ちょっとできそうで、ちょっと怖い。痛
みないですか、うん、うん、すごい。どうですか。ああ、そうね、むくみも取れてる。あ、むくみも取れてますし、この押さえて痛いって言われてないんですけど。あ、いや、痛くない。痛くない、良、かったです。普通ですよね、これ。これはしばらくなかった、普通です。普通ですね。あー、すごい。一番は、やっぱ水分と睡眠をしっかりとっていただくと、より改善して楽になりますので、そこをもうセルフケアでお願いしたいところです。はい、では、これからも美容情報、健康情報、施術動画を配信していきますので、評価ボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次回の動画で。ひどかったです。こんな状態の先生見たことないです。こんな状態に人がなるんだと思います。人がなるんだ。人が、うん、患者さんのこのレベル、このレベル。いや、ありがとうございます。いや、ありがとうございます。はい。